はい、8月14日、お盆真っ盛りの11時34分の日足を見ております。私の見立てが間違っていたってことをもう一回だけお話します。私はこういう風に展開すると思ったんですよ。それまでは上の展開だったでしょ。このゾーンから潮目が変わって、下のこのね、ゾーンで103円とか102円の方向に行くと思ってましたが、それが完全なる見込み違いで、こういうことはよく起きるんですけどもね、すぐに考え方を変えていかなければなりません。上の方の展開に切り替わってきました。移動平均線もすっぱりと上にね、推移しているという風な形です。はい。ということなんで、105円を割らないような展開がこれからずっと続くのかなっていうところを思ってます。4時間足を見てみましょうか。4時間足でわかることは、上昇トレンドがここから発生して、ぐーっと移動平均線がね、これは上にしか行きませんよっていうサインですよ。ここまで開いてしまうと。で、警戒すべきがここのレンジですね。このレンジがここまで影響を及ぼしていると私は踏んでいます。ですので、これからね、無限に上がり続けるんじゃなくて、若干ボラティリティを弱めながら、ボラティリティってのはどういうことかっていうと、ここですよ。ボラティリティ、ここは大きめのローソク足が出てますけども、だんだんローソク足ちっちゃくなってるでしょ。ここすごくちっちゃいでしょ。これです、ボラティリティ。ですので、ボラティリティがちっちゃくなってきたんで、上昇の角度っていうのはこれから緩やかになると思うんですよ。で、この間で推移していくというふうに私は踏んでいます。これが来週起きることだと思います。で、1時間でまとめていきますね、今日の話を。1時間でまとめていきます。ボラティリティがだから落ち着いてきたのはここでもよくわかると思います。この辺のね、ボラティリティってのは結構ありますよね。山切りカットになって、ここも大きいですよね。ここもそこそこ大きくって、この動きもあると。でもですよ、この辺ってすごくちっちゃいものしかないですよね。もうコマみたいなのが並んでるって感じです。そして上から下に行くかにすごく迷いがあるというふうに見ますよね。まあ、ですので、こういうふうなね、横ばいに入っていくんではないかなっていうのが1時間です。さあ、来週、本当にそういうふうになるのかどうかってことは、今日のこの時間から、ぐるっと回って明日の朝までで判断できると思います。じゃあエントリーはせずに、今日この時間から明日の朝までしっかりとね、このチャート相場を見ることによって来週の展望を測っていこうと思います。それでは今週は以上です。また来週お会いしましょう。